まあ、11時45分、19時29分で、まあ、禁食といってもね、出演することもないですからね。まあ、そこから青年線のっていうのも出ちゃってですけど、まあ、せっかくね、あれが使えるんだったら、あっちの方がいいもんな。で、こっちは、あ、もうこっちがもう名古屋港水族館なのか。ちょっと水族館を、ここの水族館でかいですからね。ちょっと、こいつ時間でちらっと見るにはもったいない。さすがにちょっともったいないんで。そっちに置くとかも、こっちは、お店開いてるかな。まあ、合同調査か。でかいな、やっぱし。税関とか入ってるか。まあ、1回転も結構でかいですけど、やっぱ名古屋はでかいしね。あ、ここまでやってんだ。へぇ。あ、キャップカフェね。結構いろいろと建物屋さんもいろいろ、いや、あえてスガキ屋っていう手もありだけどな。まあでも11時オープンですもんね、多分この辺りは。朝からはやってないよな。こっちは裏口か。反対側の方がメインのターゲットで。こっちはね、水族館ってなってますけど、結構こんな感じで、遊泳地みたいなね、施設も、バーと、あるんで、これはまた、あれかな、水族館とは別になってるのかな。なんか、まあまあ、一体してなんか名古屋港の、全体が、テーマパークがなんか本当に全体的に公園って感じですもんね。うん。駐車場か。で、こっちが水族館のメインの建物と。で、この中は、そうっすね、10時半開店か。リニア鉄道館のあっちの方、そこから行くなら、そっか。結局、ルームショートカットした方が早いですからね。あ、で、富士とか普通に見れますからね。これもドーンと広いんでね、めちゃくちゃ広いんで、ちょっとそっちまでは、あれですと、ここら辺もいろいろイベントやったりね、まあ、広い施設ですからね。まだ準備してるよぐらいのところですけど、10時前ですからね、10時ぐらいから本格的に出たな。こっちでも急減ちゃって進んだね。何やってんだ。10時かな。なるほどね。いろいろやるんですね。そういう感じなんだ。名古屋、まあ、こんなというと名古屋からあるかな。よいしょ。
眩しいな。北海道でも実行物って歩けるのかな。ピカサップするっていうのも手ですけどね、最後の最後に。まあでもこうやって見るとやっぱりでかいな。あれか、水上バスからの乗り場にずっと屋根があるんだ。乗り場の方まで行ってみようか。あれかな、今着いたのか。ここは無料休憩車。こういうところもね、結構あるんでね、ふらっと行っても、まだオープンしてないかな。あ、いや、電気ついてるな。へえ。あ、ここにちょっと休んでもいいですし。あ、結構いろいろと見どころありますもんね。まあだからこれで行くと、わあ、すっげえ見にくい。この辺から東海道からぐーっと回って、ぐるーっと回って、今こんな感じで戻ってきて、こうって感じ。なるほどな。一応こっちの方向には奥で緑地があるんで、あ、ただ眩しい。まあでも本当名古屋港は空も綺麗ですしね。これが南極地域観測隊の、あれもう中入れんの。そこで入船券のね、販売がやってますと。南極観測船ですもんね。だからいろいろと特殊なね設備があるんです。ちょっと普通の船と違うところがまた面白いというところでね。だから本当に水族館に、もう水族館だけでも行って楽しめるし、こういった感じのところですよね。あ、でももう少しもう乗れるんだ。だっけ。なるほどね。単独券券で300円、共通券というのは、ああ、そっか、ポートビルの展示室と、海洋博物館ね、と、全部セットになってるのが710円と。なるほどね。単品だと300円でいけるんです。へぇー、なるほどね。あと30分ぐらいしかないから、ちょっとさすがに無理か。もう、でもこの時間から入れるんですね。
チケットも売ってましたし、